私は剣道部主将、武須島紗友子だ。2年生、君の名前は？石井。噛まれたものがどうなるか知っているな。親や友達にそんな姿を見せたいか。嫌ならば、これまでは少女を殺めたことはないが、私が解釈してやる。今度こそちゃんと私の力を見せてあげる。あなた一人を感じる力、他の誰にも、里美って子にもできない特別な力だから、あなたも私だけを感じて。それ幸せだ。あんたの記憶も、その誰かの記憶聞いた？ああ、ユリの。ユリのか。あれは最悪ね。私のはそこまでひどくない。そこまで？大した話じゃないってば。好きな歌が歌えなかった、それだけ。こんなプレッシャー、こんな不安、こんな恐怖なんて、距離1500、そんなの丸めた紙をクズ株に投げ込むようなものだ。そう、そう、あの時に比べれば。なんかすげえ怒られた。ゆずき、前も追いかけられてたよね。あ、てか B 組の野崎じゃん。あんたでっけえから近くにいると意外と邪魔だよな。なんで最近千代と一緒に。わかった。あ、ロリコンか。ヒュー。私はクルタ族の生き残りだ。4年前、私の同胞を皆殺しにした盗賊グループ、幻影旅団を捕まえるためハンターを死亡している。死は全く怖くない。一番恐れるのは、この怒りがやがて風化してしまわないかということだ。代替わりなどしない。私は私だ。替えが効いてたまるか。ティーナ、ヤトガミ、聞け。外で雪音と息日和がお前の帰りを待っている。だから諦めるな。ティーナは、できればそれは記憶から抹消して。やだ。あれはあの代わりに私の秘密も教えてやるよ。これで私と太一は運命共同体だ。私もお前をおかずにしたことがある。え？私はここにいる。確かにここに存在する。やってみろ。目がないというのなら、我が行場のすべてを刮目してみるがいい。化け物の怒りに触れた者の叫びを存分に耳にするといい。それでじれて帰ったりすまい。でも荒揚げ先輩、普通の人間は夜中に3時間も待たされたら帰るだろ。そう言われればそうかもしれないけど。頑張る。お願いがある。召し上がれ。違う。無駄かもしれないけれど、手分けして公園中をくまなく探してみたいんだ。何かあったら声を上げてくれ。悲鳴を上げればいいのか。悲鳴は上げないで、僕が捕まるから。了解。捕まっつっ